スタイルスーパーバイザーの土屋健一さんです。続きまして織野真奈美選手。そして最後にお届けいただきますのは谷口信武選手です。どうぞお越しください。さて、まずはですね、富士八郎クリアル Z スタイルにご来場いただきましたファンの皆様と、そして YouTube ライブをご覧の皆様へ土屋さんからご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。今日も一日ドラメンバーで、過ごしていきたいと思いますけれども、この暑い中本当に、コロナの感染もありますけれども、静かにイベントを行っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、続きまして織野選手、皆さんご挨拶お願いします。はい、皆さんおはようございます。今日は朝から素晴らしい天気でですね、私も東名高速で来ましたが、迫力いっぱいいたので嬉しかったですね。はい、皆さん一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、谷口選手、はい、先日チャンピオンでございます。優勝でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。見事にね、ボールトゥーインで、はい、はい、オープニング、はい、ですね。ね、まずは皆さんおはようございます。早速ね、気になることが一つあるんですけども、アンペルしましょうよ、もうこれ。いやいや、ダメです。今すぐはできませんけれども、この後アンペルしますから。何が隠れてるんですか、これ。これはちょっとまだ言えないんです。形でなんとなく想像つきますけど、気になりますね。はい、はい。この後のね、ステージをぜひ皆さん楽しみにしていただきたいんですが、特別な車なんですか。はい、特別な車です。はい、中から何が出るかはこの後の楽しみということで。GI が、土屋さんのブラックリミットやつですか、もしかして。俺のはダックテープじゃないよ。これでいつ、いつやるの。いやだ、ね、この後、この後です。今やっちゃいますよ。今やっちゃう、今やっちゃう、今やっちゃうと多分皆さん、そうかもね。え、今やっちゃいましょう。今やろうよ、実際に。ね、ノイペかぶせればいいじゃん。そうですね、こっち的にはやりたいなと思いますけど、多分やっちゃいけない雰囲気はまるまる出てますので、だってみんな見たいって言ってるじゃん。見たいでしょ。ほら、この後ね、やりますけど、またなんか、またかぶせればいいんじゃないですか。かぶせればいいですかね。じゃあ、こちらだけ見せてよ。なるほどね。後ろだけ違うんだね。いや、だからさ、リハーサルで一回外してみたっていう。あ、そうですね。リハーサル大事ですよね。アンペイルの練習する。いや、一回なっちゃうかもしれないもんね。練習もちょっとなかなか厳しい。練習していいですか、さっき皆さん。ダメですね。ダメですか。はい、ダメですね。ダメなの。やっぱりこれお客さんを通わせないために最後の最後まで開けないことないよね。あ、その可能性は多いになりますね。これはじゃあいつ開けるの。いや、この後の、ステージ進行の中でちゃんとコンテンツがありまして、この発表会がありますので、何時からやるの。何時から。4時、4時5分。4時5分から。この後9時45分からですね。じゃあ今リハーサルやろう。リハーサルやります。あと20分くらいの話じゃないですか。やっぱりこの3人がまとまるとろくなことがないので、はい、このままセット先に進めていいですか。45分までいったら皆さん熱中症になっちゃう。いや、45分までこのステージ引っ張ればいいってことです。これ多分皆さん、これ今見ないと帰っちゃいますよ、きっと。いやいやいや、もう見たい方たくさんいらしますので、ぜひ皆さんこのままお待ちください。はい、45分 ね、はい。というわけで、このイベントもですね、土屋さん、AE86 ちょうど10年前の、はい、イベントから始まりまして、はい、先代の ZN、ZC6 型、そして新型の、ZM、ZD8 型と、はい、3世代のマシンをこの辺で行くとね、見てきたわけですけれども、先代の、ZN、ZC6 型が2012年にこれ発売されまして、はい、今年でちょうど10周年と、そうです、なったそうですね。この先代のトヨタ86型ミラー Z とは、これ土屋さんはさまざまな機会や場所でね、携わってきたと思いますが、この10年を振り返ってどんな思い出が一番印象に残ってますか。やっぱり一番最初の第1回目富士スピードウェイと何かやろうよって言って、はい、でトヨタ86も出るし、じゃあ86のイベント何かやりましょうって、うん、AE86 が2、30台集まって、はい、お客さんが50人ぐらいしかいなくて、はい、そこから始まってるからね。最初クリスタルから始めた。そう、最初クリスタルリングでトークショーもなく、クリスタルリングに入るのに500円だけかかったってイベントから始まってるんですよ。ね、そこから始まって、はい、このイベントが盛り上がってきたら、オリードが AE86 を買った。買いましたね。ね、ずっと愛車自慢で見てるうちに。あ、でもね、間違いなくこのイベントがきっかけですよ、やっぱり。ね、
多くの場合8号ですから、ね、8号か8号になんかエンジン乗せてんだよね。あ、今買った時にすでにもう急に後期のエンジンが乗っかってて、なんか86仕様にはなってるんです。フレームが8号なだけで。なんで8号だったの？まあ、まずは松屋さんの豆号だったりで、俺のさんも86買ったりとかで、やっぱり少なからずというか、まあ、大きめに影響を受けてまして、僕はずっと86通りだったもんで、はい、昔が86のいいところももちろん知ってるけど、めんどくさいこととか、おろいこととか、いろいろ知ってるんで、極力そこには触れないようにしてきたんですけど、うん、戻ってきてしまいました。おかえりなさい。で、86E の何か出会いがないかなって探してたら、うん、8号だったらいい出物がありましたよって、長野県の小泉商会から電話がありまして、で、見に行って、うん、これ売ってくださいと、うん、お願いして、はい、っていうところなんですけど、これからいろいろといじっていこうかなと思ってます。はい、多分またすごい車になっちゃうと思いますね。はい、まあ、谷口選手の A86 は残念ながら今回は展示はないんですけれども、GR の86は展示がされてますよね。そうですね、はいはい、というわけで、まあ、今回オレド選手、そして土屋圭一さんの A86 も皆さん展示されてますので、はい、ぜひですね、ご覧いただきまして、写真に収めていただきたいと思います。そうですね、僕のもあそこに GR86 と A86 と、はい、自分のブースに ZN6 が3台置いてあります、はいはい、そうですね。帯のブースはどこにあるの？一番左の奥です。奥？一番左の奥です。最終コーナーの方です。へぇ、はい、3台あっちに見える黒いテントですね。559って書いてある。登りを作んなきゃダメですね、やっぱね。そうだよね、マックス。はい、マックス。でも、オリド線の、この車のパーツ開発なんかも、やっぱりこの86スタイルから、どん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 派生してた部分もありますよね。あ、そうですね、そうですね。はい、いろいろとユーザーさんの意見を聞きながらというのもあると思うんですが、オリドさん、逆にこのイベントの成長していく過程を見てて、何か一番印象に残っていることって何かありますか？まあ、僕は途中から参加させてもらえるようになったんですけども、非常に86ファンの一人として、まあ、AE も含めて、なんだろう、ここね、2年ぐらいはちょっとコロナの影響でね、ちょっと控えめだったんですけど、今年はだいぶお客さんも戻ってきてくれたりとか、参加者の方もね、非常にそう感じると嬉しいですね。そうですね。谷口さん、どうですか？イベントを通じて、いろいろこう携わってきてますけど。いや、さっき8号を買ったのが、お二人の影響をすごく受けてると言いましたけど、ここのイベントの影響もめちゃくちゃ受けてるんですよ。いつもあの辺に、イケメン A86 がいっぱい並んでて、はい、で、いいなぁなんて、すぐ、だって勝間君買った？え？僕も買いました。僕も A 買いました。なんかちょうどこのイベントでいいなと思って、僕も一緒に出り歩いてて、欲しいなと思って、僕も実は買っちゃいました。だから、このイベントってちょっとやばいね。そう、このイベントやばいです。変に影響されちゃって、はい、そうなんですよ。僕はツードアトレンド買いまして、買っちゃったんですね。買っちゃいました。ツードアトレンドね。ツードアトレンド。しょうがないですね。そう、いいものはいいんだから。そう。なので、ぜひ皆さん、この後の愛車自慢コーナーね。これがそうですか？違いますね。これは、愛車ここ行きますね。これ行きますね。はい、もうそろそろ45分だから。45分。あと30分ですから、大丈夫です。はい、でも、強さはあれですね。我々が、多分2回目ぐらいから、トークショー、この86スタイルのトークショーやらせてもらってたんですけれども、はい、とにかく、まだその時は、トヨタ86、まあ、スバル BRZ も発売されていなくて、土屋さんのすごく印象に残っている言葉は、とにかく我々、まあ、サードパーティー、まあ、チューニング業界になったらそれから出せと言ってました。はい、で、今もそれが発売されて、本当にね、これだけの方々に愛されている車になってるんですけども、その今のお気持ちいかがですか？やっぱりその A86 から始まってるんでね。で、やっぱり名車になったのは、いろんな日本中のチューナーさんがいろんなパーツを組み合わせて数日間になるぐらいのパーツになるわけですよ。それが ZM シリーズに変わって、それはやっぱりオリドもそうだし、いろんなパーツを作ってくれて A86 みたいに名車になっていくわけじゃない。やっぱりそこでトヨタが諦めずに、その今のさ 2.4 リッターの GR86 を出してくれたわけでしょ。
だからやっぱりそうやって日本中のチューナーの皆さんがいろんなパーツを作ることによって世界中が注目してくる車になっていくと思いますよ。はい、だからもう A86 から始まってますけども、 ZL6 から GL86 から、そういうもう10年後20年後って名車になると思いますよ。はい、まあ、そのあたりもですね、いろんな思いはまたこの後3人で、ドリキンの言いたい放題トークショーになりますので、そちらでね、いろいろお伺いしていきたいと思います。さあ、今カスタマイズの話等々してきましたけども、今回の目玉の一つですが、テレビアニメ化し、これ決定いたしましたね、話題沸騰の人気漫画、新行動最速伝説、MF コースの世界観でチューニングが施された GR86 MFG コンセプト2022の抽選発売がなんと今回あるんですね。チューニングは俺のさんが徹底監修されたそうなんですが、そこにありますね。はい、どんな車に仕上がってるんでしょうか。まあ、基本的にその MF ゴーストのアニメの漫画の中で実際に勝負できるっていうコンセプトで、はい、だから走ることをメインにイメージというか、その選んだパーツがチョイスされてます。はい、はい、まあ、今回は今ちょうど皆さん向かってこの右後ろから皆さんからすると、MF ゴーストのブースが、ね、一番手前にあるんですけれども、そちらで、購入申し込みをこれは予算されてるんですね、これね。そうなんですよ、今回あの車結構いろんなパーツがついていて、そのもちろんお金もすごくかかってる車がなんとめちゃくちゃ買いやすい金額で、抽選されたら買えてしまうっていう、ぜひ皆さんダメ元でいいんで抽選してください。でもアニメの中の世界観を今あるチューニングパーツでこう表現するって結構大変だったんじゃないですか。まあ、そうですね、アニメの中実際にランボルギーニやこう、ね、ハイパワーの車と勝負するようなあれなので、はい、ただやはり実際下りとかそういうところではアニメの中にあるように勝負になる迫力だと思ったんですよね。かなりだからパーツ選定には気を使いました。あ、なるほど、はい、パーツ選定には気を使って、まあ、やっぱりその車庫調であったり、そうです、ね、サスペンションから何から、まあ、ダイヤオイル、クラッチ、エンジンオイル、あとはシート、ウルトラマゲットシートだったりとか、はい、森戸さんがもう自信を持ってお客様にお勧めできる車両になっているということですね。はい、土屋さん、森戸さん監修ということですが、チューニングじゃないですか、外さないと思いますよ。ここのとこずっとなんか俺のうちの車乗ってますけれどもね、はい、ZM6 から GR から外してないですよ。はいはいはい、なかなか普通にまともなチューニングしてますよ。土屋さん大丈夫ですか。森田さんが構えてましたけど、いや結構いいと思う。ありがとうございます。ディスられるのかなと思ったら結構褒められて、今森田さん困ってませんか。はい、ありがとうございます。結構横浜130儲かってんだよ。あ、儲かってますね、いろいろとこう。だからいいパーツを開発してるからじゃない。はい、ね、タイムさんどうですか、森田さん監修のこれ、MF ゴーストの。オリブさんは本当に車好き で、はい、で自分で触るのが好き で本当にね、むちゃくちゃ A 型出してきて細かいんですよ。だから本当にこだわり抜いて作るんで間違いないと思いますよ。はい、なるほど、いいから間違ってます。逆に言うと、まあ、あれはある程度やっぱ MF ゴーストの縛りがあるから、はい、やはりオリブさんのバイクの方がよりこだわり抜いてるんですね。そうですね、そうですね、はい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 、僕の車を見てもらいたいなと思いますけど、はい、僕らは後で愛車自慢コーナーは僕だけが向こうに行きますので、電波届くの、電波届きます。はい、ちゃんとプロが来てますので大丈夫です、届くはずです。はい、さあ、というわけでですね、ステージの方まもなく終了ということですが、この後集合写真を撮りまして、このステージ、終了となりますが、まあ、最後、皆さんからですね、一言ずつ頂戴したいと思います。じゃあ谷口さんの方からよろしいですか。この一緒に集合写真は、じゃあ皆さんこっち入ってくるの。はい、入ってもらえますか。入ってもらえないですよ。まあ、でしょうか。カメラマンさんがちょっと遠くの方にいらっしゃるので、とりあえず後ろ向いて、どうやって撮るの。向こうからじゃないですか。向こうから、向こうから、はい、向こうから、こっちから。いやいや、お客様側から。あ、はい、皆さん向こうは向こう向いて、そうです、そうです、うん、はい、こっちから撮る。そうです、ありがとうね、それまでですね。はい、いや、お客様入ってくるのでちょっとめくっちゃえばなと思ったのに。めくっちゃだけです。はい、さあ、俺のさん、はい、ありがとうございます。はい、今日ね、一日こんな楽しいイベントね、やってくれた富士スピードウェイさんに本当に感謝したいですけど、はい、皆さんでね、熱中症に気をつけて楽しんでください。はい、はい、さあ、皆さん、こちらお願いします。はい、そうですね、皆さん
これから集合写真を撮るということはやっぱこの車が剥がれてないとまずいんじゃないですか。そんなことない。いや大丈夫です。はい、本当に谷口選手も言いましたが暑いので水分補給やねあといろいろ感染なども気をつけて我々も一日楽しみたいと思いますんで、いろんなとこ見ていただいて一日こっちはレースもやってますんでね、一日楽しんでください。はい、さあそれでは中さん、はい、イベントを開始の一言をお願いいたします。まあもうこれで10回目のイベントなんでね、86BRZ ファオーナーだけじゃなくて、まあ、他の車種に乗ってる方も一日楽しんでいってくれたらいいかなと思ってます。東京オートサロンで展示するよりもこっちの方が非常に 86BRZ 多いので、これから購入だとか、オーナーの皆さんはここでいろんな86のパーツだとか、いろんな仕上がってるコンプリートカーを見ていただければ本当に一日楽しめるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではですねここからはクレーンズにも合流していただきまして、記念撮影を行っていきたいと思います。じゃあクレーンズの皆さんどうぞステージにお上がりください。さあこの